どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタマです。よろしくお願いします。さて本日はですね、4月22日、阪神 VS ヤクルトの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました久々の勝利というところでございますね。えー、めっちゃいい勝ち方やった。えー、ヤギさんが完封完投、えー、大山くんの先制ホームラン、えー、てるくんのタイムリーにつながり、えー、ロハスさんのスリーランホームランっていうところでね。いや、めちゃめちゃいい勝ち方やったと思う。 まあ、めっちゃ喜びたいし、めっちゃ騒ぎたいし、めっちゃ暴れたい、みたいな感じなところの気持ちはあるんですけれども、次に繋がらなければ、やっぱりね、今の阪神、借金が15ですかっていうところなので、まあ、とりあえずね、タイまで持っていかなければ正直意味がないという状況なのでね、いい勝ち方やったから、流れに乗っていけるっていうふうに言いたいけども、でも、そんな簡単なものではないので、ね、まあ、阪神ファンも、 ね、気を緩めずに、ね、しっかり応援して、なんか今日いい感じやから明日も勝てるやろうみたいなね、範囲な気持ちじゃなく、ね、明日もしっかり丁寧に応援していこうみたいな感じでやっていって、選手たちもね、まあ守備もめちゃめちゃ良かったわけやから、ね、引き締まった感じでね、明日も戦っていってもらいたいなというところでございます。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数無安打1、フォアボール1、三振です。ピッチャーゴロ、サードへのファールフライ、ショートゴロ、フォアボール、三振という感じです。うーん、まあ、近本選手がなかなか上がってこないな、というところにはなってますが、 まあまあ、近本選手に代わる選手がマジでいないので、もう一番で状態上げてもらうしかないなというところにはなっております。まあ、守備においてはね、やっぱり、まあね、そのライト吉尾さんでレフトロハスさんっていうところを考えたらね、いろんな部分で走り回ってる部分はあると思うので、守備ではね、ずっと貢献してくれてる部分は多いし、そしてですね、まあ、ファーボールでも出塁というところはしてくれてるので、まあまあ、ぼちぼち上がってくるやろうなとは思っております。 はい、続いては熊谷選手です。4打数無安打です。ファーストフライ、ファーストへのファールフライ、セカンドフライ、ピッチャーへの送りバント、センターフライという感じです。えー、当たり的に良かったのはセンターフライ。まあ、ちょっと先っぽやったかなと思ったんですけれども、意外と伸びたね。ほんまにフェンス手前ぐらいまでは行ったので、まあ、しかも割と強い打球でね。 だからバッティング自体はね、そんなに悪くないと思ってますので、ね、えー、一本二本とまたヒット打ってくれるといいなというところでございますと。えー、送りバントもま一球で決めてくれたというところもありますし、まあ、若干怖かったけどね、お,お浮いたっていう感じになったけれども、まあ、しっかりやってくれてると思いますと。まあ、個人的に、マジで個人的に言うのであれば、もうちょっと球数粘ってくれると嬉しいかなとは思ったりはする。その、近本選手がね、 まあそ、そんなに球数を投げさせるバッターではないので、まあ結果がね、そのヒットとして生まれているので、そんなに悪くないとは思ってるんですけれども、球数もうちょっと粘、ね、ってくれると嬉しいかなとは思ったりはします。 はい、続いては佐藤選手です。4打数2安打1打点1ファーボールです。ライトへのツーベースヒット、サードへのファールフライ、ファーボール、センターへのタイムリーツーベースヒット、ファーストゴロという感じです。えー、1打席目からツーベースヒット、まあ、塁線を抜けていくゴロでね、強い打球っていうところがあったので、ほんまにいい感じで触れてるなぁと、まあ、打率においても2割キューブ3厘と、阪神の中で一番打率が高いというバッターになっててね。 いや、すごいね、2年目のバッターとは思えへんぐらいマジで打っとるなーっていうふうに思うんですが、まあまあしっかりやってくれてる中で、まあ低めの変化球をね、やっぱりうまいね、救い上げること、まあタイムリーもしっかり出てるし、まあファーブルに関しては、まあなんとも言えない部分はありますが、えー、今日はね、まあ攻守っていうところにわたってすべて良かったので、 えっと、あれは8回、7回か。ね。え、守備でもめちゃめちゃいいプレイありましたからね。いや、ほんまにマジでいい感じになってきておりますと。まあ、サード守備の方がやりやすかったりするのかなと思ったりする部分はありますが、 うん。まあまあそこら辺はね、その、まあマルテ選手が帰ってきたらどうなるのか。まあ、基本的には多分そんなね、そのマルテ帰ってきたから、ファーストマルテにして、サード大山にして、ライトを佐藤や、みたいな、そんな安易な考えにはならないとは思いますけれども、まあまあそれはそれでね、ライトはライトでしっかりやってくれてるし、まあサードはサードでしっかりやってくれてると思うので、ね、えー、明日からも期待しております。 はい、続いては大山選手です。5打数3安打2打点1本塁打です。レフティのツーランホームラン、センターへのヒット、ライトフライ、ライトフライ、レフティのヒットですね。え、ツーランホームラン、まあ、正直その、失妬ではあるとは思うんですが、その失妬を逃さずにホームランにできた、これは良かったと思います。基本的にこの1打席目以外は、 まあ、あのー、センターから逆方向意識が強かったのかなと。まあ、2打席目、センター方向に弾いてるし、まあ、3打席目、4打席目、ライトフライ、ライトフライというところに関しては、ね、いい感じで逆方向に触れてるし、まあ、ま、その、飛んだところが野手の正面やったっていうところぐらいで、まあ、別にめちゃめちゃ打球が良かったかとは言わんが、まあ、きな打球が逆方向にも飛んでるので、まあ、基本的にはね、センターから逆方向強く振ったタイミングで引っ張り方向が出ればっていうのがね、まあ、大山選手の一番いい状態になって、 ってくると思うのでね。まあ、レフテーのヒット最後の5打席目。これはね何とも言われへんね。まあ青木選手の処理が素晴らしかったっていうところと、打球がちょっと強かったっていうところがあるので、まあ、大山選手って、そもそもね。そのどんなあたりでも絶対に全力疾走するので、まあ、あれでアウトになるんやったらもうしょうがないかなという風に個人的には思ってますが、まあ、2フェイスになればよかったかなという風には思うんですけどね。まあまあ大山選手に関してもファーストでの守備っていうところにもね、えー、めちゃめちゃ頑張ってくれてるので、えー、明日も期待しております。 はい、続いては糸井選手です。3打数1安打1フォアボールです。レフティーにヒットをライトフライ、セカンドゴロフォアボールという感じです。え、ヨしシさんもね、1打席目からしっかりヒットを打って、そして3打席目のセカンドゴロ、これめっちゃ当たり強かったね。まあ、山田選手のグローブのこの紐の部分に引っかかって取れへんみたいな感じになってたので、まあ、それぐらい強い当たりを打ってるので、ま、ヨッシさんのバッティングにおいてもやっぱりね、そんなに悪くないと。まあ、フォアボールもしっかり選べるバッターっていうのはね、素晴らしいので、ね、えー、明日からも、いやどうなんかなぁ。 んー、休養日、ワンチャンあるかなと思うんですけれども、まあまあ、それはそれでね、その他の選手が頑張っていただければな、というところになっておりますので、まあ、ヨシさんに関してはね、えー、ヨシさん、めちゃめちゃやってくれてます。えー、ありがとうございます。次回も期待しております。はい、続いては、ロハス選手です。3打数1安打、3打点、1本塁打、1フォアボール、1三振です。三振、フォアボール、ファーストゴロ、レフティーのスリーランホームランです。 えー、まあ、三振に関してはね、そのハーフスイング、まあまあまあ、これはもう、てかまあ別にその文句も言うつもりはないけれども、まあまあハーフスイングっていうところを取られて、まあ三振と。まあファーボールに関しては、まあ何気にフォアボール少なくないんですよね、ロハス選手って。まあ割とファーボール選べてるっていうところに関しては悪くないのかなとは思うんですがね。まあファーストゴロー、当たりは強かったかなと。 で、3打席終わって、うーんー、まあ、今日も打てへんのかなーって思ってたら、逆方向に、まあ、ポール直撃のホームラン。ね。逆方向にも打てるんやからさ、ある程度、そっちにも打てるようになるといいかなとは思いますよね、マジで。 その、割とね、引っ張ろう、引っ張ろうという意識が強すぎるのかなとは思うんで、まあ別にね、その逆方向にめちゃめちゃ打てるバッターやとは正直思ってないですけれども、ああいう打球が飛んでいってるので、まあ逆方向にも大きな打球打てるんやからって思っちゃうよね。 まあまあ、守備においてはね、まあ今日は特別なにもなかったですけれども、頑張ってくれてる、えー、走塁においても頑張ってくれてるっていうのは分かるので、まあ打撃でね、2割1分6人、正直寂しいです。ね、もうちょっと頑張っていただきたいなと思っております。 はい、続いては中野選手です。4打数2安打、1三振、1盗塁です。三振、サードゴロ、センターへのツーベースヒット、ライテーにヒットですね。えー、っと、サードゴロに関しても当たりは悪くなかったかなというところでございますと。ツ、えー2ベースヒット、ライテーにヒット、盗塁というところでね。いや、いい感じでやってくれてるなと。やっぱりね、その、 まあ別に中野選手の1番が悪かったとか2番が悪かったとかっていう風に言いたいつもりではないんですけれども7番とかまあないし8番とかでこういう風にヒット打ってくれるとまあツーベースになったら8番バッター梅野選手まあ今日はね敬遠されてピッチャーまで回ってまあピッチャーワンチャン打てるかもしれへんでも打てなかったとしても 次の回1番からできるっていうところがあるので、やっぱ買い出せに中野選手いてくれるとね、すごく次のイニングっていうのがやりやすくなるし、ワンチャンチャンスになるよねっていうところがあるので、やっぱね、僕は7番か8番に置いておきたいなっていうところなんですよね。まあ、守備においてもね、めっちゃくちゃいい感じでずっとプレイし続けてくれてるので、ね、次回も期待しております。 はい、続いては梅野選手です。3打数1、安打1、フォアボール、1、三振です。来店にヒットをセカンドフライ、フォアボール、三振という感じです。えー、最後の三振に関しては、めちゃめちゃ中途半端なスイングになったことに関しては、ちょっともったいないかなと思ったんですが、梅野選手、もう逆方向しか意識してないんかなっていうぐらい逆方向を狙ってるという感じなので、まあ、梅野選手、わかりやすーく逆方向にいい当たりが出始めると、めっちゃ調子上がってくるので、このまま行ってください。期待しております。 はい、続いては青柳選手です。4打数無安打3三振です。ピッチャーフライ三振三振三振という感じです。まあ、送りバント、まあ、最近ね、その半身の送りバント結構失敗してるので、まあ、決めていただきたいなと、まあ、チーム全体において決めていただきたいなというふうに思っております。 はい、最後ですね、島田選手です。1打スウムアンダーです。ライトフライですね。島田選手に関しては次回頑張ろうというところでございます。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日1人ですね、青柳投手です。9回投げて124球、3アンダー7三振2ファーボール無失点です。 ね、ファーボールに関してはマジでね、その初回に点やるもんか、みたいな。まあ、若干ね、その村上選手苦手な意識が強いと思うので、まあ、そこら辺も含めて丁寧,に丁寧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 にやった上でファーボール、ファーボールってなっただけで、それ以外もう何も怖くなかったよなっていうところで。ね、えー、27個のアウトのうち7個が三振で17個が ゴロアウト。もう青柳選手の真骨頂というかもう青柳選手やんっていうようなね、ピッチングをね、もうめちゃめちゃいい感じでね、まあテンポもよくね、しっかり投げ続けてくれてたので、も、まあ、最高ですわ。連敗ね。 すごくあったので、まあ、そこをしっかり止めてくれる阪神のエースっていうところに、まあ、現状ね、なりつつあるというか、まあ、もちろん開幕投手指名されてたんですけれども、まあ、コロナいろいろあったとかね、まあ、ただ開幕投手に指名されただけでエースになれるんかっていうのは正直そうではないとは思ってるんですけれども、ね、名実もにめちゃめちゃいい成績を残してくれてる内容もめちゃめちゃいいってなってくるとね、もう阪神のエースっていいんじゃないかなというふうに思っておりますと。 寒風関東3年ぶりというところなので、ね、次回の登板にも期待しております。まあ、124球投げてるので、まあ、ね、ちょっとクール、えー、クールダウンをね、しっかりやってもらって、ね、次回の登板というところを期待しております。はい、というわけで本日は4月22日、阪神 VS ヤクルトの試合について語らせていただきました。ね、えー、最初にも言いましたが、まあ、これがね、わかりやすく流れに乗っていけるかって言われたら正直そうではないかもしれへん。でも、 いい勝ち方はしたと思う。なので、明日にも僕は期待しております。ね。えー、皆さんで頑張って応援しましょう。楽しく応援しましょう。ね。悪いことも出てくると思う。でも、阪神ファンは、勝っても負けても阪神ファンやからね。えー、次の試合も楽しみましょう。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram の,のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。